今日にちょっと遊び来ましたね。というわけでもなく家具の納品で来てます。もうこんなダサい格好して大丈夫ですか？日本代表がこんな格好で、すいません、ちょっともういい格好してるんですけど、はい、今日は家具の納品に来ましたね。これ黒川くん家ですね。まあ、なんか引っ越したばっかりでなんかバタバタらしいんですけど、どうですかね、この部屋にセルフィッシュの家具、家具かっこいいんですけど、ちょっと部屋になんか合うのかっていうちょっと微妙な感じなんですけど、作りましたよ。これオフルオーダーでローテーブル、もちろんこう引き出しある、ここに夜勤バッチリ押しちゃいました。あ、でもかなり広いよね。いや、広いですね、広いです。これうまくいけ、4人いけちゃう感じで。4人いけます、ね、だって1500っていうのはだいたいダイニングテーブルと混ぜるんだよ、はい、でダイニングテーブルだったらあとこれ700だったけどあと10センチ多くしたらダイニングテーブルと同じですね。まあこれ何が言ってたら足の長さを変えれば、はい、ダイニングテーブルになりますし、すごいですね、引き出しも、ね、これおこんな作ってる人いないですね。携帯秘密の引き出しとか作ればよかったな。あ、そうです、ね、見られたくないものを入れる。鍵付きで、鍵付きで、はい、希望通りの、希望通りの、これどこで買ったやつですか？セルフィッシュでございます。得意で、得意のセルフィッシュでございます。やっぱ大阪からわざわざ注文いただいてます。そうですね、はい、うん、中谷くんとか早く買った方がいいよね。中谷買った方がいいぞ、早くじゃあすみません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっと今ね、ちょっとあまりでかい声で騒げないんですけど、黒川さんからプレゼントがありますね、これね、これチャレンジャーズ賞しますので、星さんのことをちょっと3年間頑張ってしまいました。このどうでもいいような T シャツ、皆さんいい、欲しい人います？これ欲しい人いれば、欲しい人いたらぜひコメントしてください。それと黄色と黄色と青です、ね、青チャレンジャーズ、まあ一応日本代表ですからね。おこれいいじゃないですか、このナイキ、これ。プレゼントで。やべ。募集があれば、ぜひお送りします。あともう一個ジャージがあるんですよね。あ、ジャージ、はい。お、いいじゃないですか、これ。福井だったし。福井のボールゲーム。オルオルハワイアンズって書いてありますね、これ。この4点、日本代表の黒川さんから。これ大丈夫、サインとか書かなくて。もう要望があります。要望があれば。どうぞ。じゃあぜひ皆さんこれ応募お願いします。はい、あ、コメント欄でいいよね。コメント欄の方が面白いですよね。そうですね、はい、じゃあ皆さんこれどこでもお送りします、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。